どうも、あのチャンネルのジンです。今日はですね、サンフレッチェの試合の観戦にやってまいりました。まあ、あのサンフレッチェのね、観戦、まあ、少ないってことでね、あの観客動員数が少ないということでね、あのちょっと魅力でも伝えていけたらなと思うんでね、あっちの方とかね見ていきたいと思いますので、皆さんお付き合いください。行ってみましょう。今からなんかイベントもね、参加していきたいと思います。パスの色、点滅しとるところにパスをぶつけるみたいな、それ60秒間で何点取れるか、得点ランキングがあるんで、まあ、1番を目指してやっていきたいと思うんで、裸足でできるらしいんでね、やってみたいと思います。思いを込めて皆様に伝わればなと思っております。結構難しかった。ミスが7ってのがね、響いたかな。ちっちゃいとか光ってんけどさ、赤だと思いなさ、そう結構まあむずいなっていう印象でした。またもう一回チャレンジしたらいけるって言われたんでね、ちょっと時間あげて、時間あったらね、もう一回やりたいと思います。ガチャ行きましょう。後ろの選手が一発で、じゃあ別に押しとかおらんのですけど、一発で誰にしようかな。佐々木翔が一発で入れたら、あのユニフォーム買います。言ったな、一発で入れたらユニフォーム買いますわ。じゃあ佐々木翔出てくれ。佐々木翔が出たら佐々木翔にユニフォーム買います。ラッシュムーブ、ピンカリファいいんじゃない。当たりです。全然ピンカリファ当たりか。最近入ってきた外人選手、スイスのね。ピンカリファのユニフォーム変わんの。買いません。ピンカリファ、ピンカリファ、青山、東春季つけおれ。
あ、アラッキー。誰？アラッキー。アラッキー。悪くないんだけどな。アラッキー。これジョニーあげる。ガチャガチャでね。ナシムンベンガリバー当たったんですよ。こちらです。参考にこちらもらっております。ユニフォームカードもあれやったんで。ナシムンベンガリバーのタオルね。ゲットしたんで今日応援していきたいと思います。そうそう選手来るんで、ナッシュベンカリファのこの笑顔をね撮れるようにアピールしていきます。トマーク選手がやってまいります。やっぱ毎回思うよ、選手見たら目指す場所は間違ってなかったなって思うんだけど。目指しちゃった小学生まではね、現実分かってないけどさ目指しちゃったけど、やっぱかっこいいわ、あいつら。撮影できるように頑張りましょう。一緒して。こちら一般入場ゲートになっております。ナウオフエスおよびナウエスト。結構ね、データスポットになりますよ。サッカー観戦って。サンフリ女子が結構増えてるなっていう僕の中の印象なんですけど、確かに。ほんまに女子多いな。うん。サンフリで、まあ、まあカープ女子ってあるじゃん。じゃなくてこれからやっぱ紫の方が可愛いと思うよ。色的にね。でもサッカーね興味あるよって方はね、僕の方に DM いただいたらね一緒に観戦行きましょう。女性限定で。でお祭りとかもやってるみたいなんで行ってきます。全然相手してくれません。ガキンチョでいいとこ見せられませんでした。すごく悔しいです。まあね、10点いらんだろう。0点。うん、0点。0点。まあこれじゃあ応援される側に回れない人のね結果はこうなるわけです。あ、ちょっと周りの目が冷たくて怖かったです。森島やろ。お、センキだ。あ、なんかこの人はでかいよ。
2回分行った。川並五郎と住吉ジュナリレーション。でもさ、これは番号順なのかな。え、森島が出ん。次何番になってる。いやもう分からん僕。なんで森島がなんかもうここまで来たらもう森島出したくなって。出したいよ、はい、森島出すまでやる。森島持ったってこれを。ボルト系のこれある、これある、ある、あの一番奥の。いやあれチャンスじゃない。かどうなるかな。次3回ぐらいしたら恥ずかしいんやけど。俺行こうか。出していい、うん、あれがどういうさ、この台宣伝してるけど、こっちにもあの赤いやつがある。3回ぐらい、3回ぐらいで行けない。お前すぎたら出るよ。さ野上。野上。あ、でも先にあの赤が入ってるけ。あ、もう次じゃん。出ていい？出ていい？いいよ。絶対出る。誰？え、これじゃない？100円1個出てきたよ。え、違う。え？違う。あ、じゃあ本前次じゃない？もう行くけ。行こうか。いっぱい持ってるかな。サメン作れるで。でえ、これモリスじゃない。なんか落ち、あ、違うわ。あ、ほんまに次じゃん。多分ほんまに次。多分この赤の次に落ちていったけ。あれ、サメン飲まれた。500円やね。青、緑、え、ジロに行きた。やばい、やばい。え、でももうモリス絶対近いけどな。落ちていったっけ。何番？え、300円。もう待って、大変なことになる。ある、あるよ。これがラストの。これでんかったらショックじゃな。それ当たるかどうかわからん。モリス出やすぎん。あ、来た。誰？あ、モリシようやく出た。投資3000円ぐらい。あ、持っとけ。やった。3000投資でモリシマ価値あるな。もうあの台ずっと回しましょう。二人で。いや、あれやっぱ探してさ、持つ。探してやるべき。えぐいぐらい回しようだよ。かわいい。今からね、入場していきます。まあ今席取ってきて、これからスタジアムの中のね、どんな感じになってるかちょっと。ご紹介できたらなと思うので、まあ、中はだいたい屋台ね、食べ物がずらっとあるんで、まあ、それ紹介してスタジアムグルメってものね、楽しんでいただけたらなと思います。人が多いです。まあ、リュウガーがさ、パリ上げとったけど。ん？リュウガーがパリ上げとったやん。まあ、あれとはまた別の楽しみがあると思うよ。確かにね、パリはさ、まあ、選手見てわーってなるけど、まあ、サンフレとかやったらね、まあ、こういうパーってこんなお祭りみたいな感覚で来れるんで、今夏暑いけどお祭り感覚で来たら楽しめるんじゃないかなと思います。何が？食べ物ちゃんと見たのには見てない。できました。ごめん。カレーです。
ールいただきます。これもね、スタジアムの楽しみ方ですよ。うるさいですね。ブドウの匂いがすごい。ちょっとブドウの匂いがすごい。いいですか。飲みます。お前使うけど出せよ。どうぞ。食レポして。やべえ、もうカメラ充電したね。カメラ充電マジで綺麗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 。いや、まだまだまだここまでいける。屋台の味をします。このスタジアムの盛り上がりと共に食べるカレーはめちゃくちゃうまい。これらのビデオプレイヤー登場するんでね、お疲れ様でした。試合結果は1対2で敗戦となってしまいましたけど、久しぶりにねこうやって推し活ができたんでね、ラッシュ分勉強行こうね。まあすごい有意義な時間になりました。ぜひねみんな1回でも行ってみたい人おったらね、こうやってまあ僕誘ってもらってもいいんで、サンフレッチェ行きたいっていう人おったらコメント欄で言ってください。森崎和之選手おるんでちょっと話ができたいと思います。